今回のターゲットは瀬戸のカンチヌ。倉敷市下津井を出発し、渡船でおよそ30分、本島の磯がポイント。一年の中でこの時期が一番おいしいチヌ、どんな料理をして食べるのかな、楽しみ。さあ磯にやってきました。今日の釣りガールは山口美咲ちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。釣り歴20年、チヌとグレを追い求め全国を飛び回るプロの磯釣り師、山口美咲ちゃん。カンチヌって普通のチヌとは何が違うの？どんな特徴があるんですか？そうですね、まあ水温がぐっと下がって、はい、釣るのはちょっと難しい。あ、やっぱり動きも悪くなると、はい、口を使わないっていうことなんですか？そうなんですよ。ただ、やっぱね、この冬のチヌって美味しいんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。身も締まるし、はい、でまたこの冬を越えるためにしっかり油を蓄えてるんですよね。そうだそうだ、はい、ああ、だからそう難しいけど、うん、美味しいっていう。そうなんです。なるほどね、はい、じゃあ今日はチヌを釣って、はい、そのカンチヌを食べたいと思います。食べるとこまで。やった。そこまでやりましょう。はい、はい、じゃあ頑張って釣りましょう。はい。チヌ釣りで代表的なのが巻き餌で魚をおびき寄せる深瀬釣り。集まったチヌが針のついたエビを食べればヒット。今日はどんなところをどんな風に狙いますか？今日はね、やっぱりカンチヌなので、はい、あんまり潮が早いところは良くないと思うんですよ。こういう時期のチヌってだいたい緩やかな潮のところだったり、うん、下りの際、まあ、岩の隅の方にいて、はい、こうゆっくりできるところにいるっていう。なるほど。今回の仕掛けはこちら。たくさん釣って美味しいカンチヌ食べたいよね、うん、まずは潮の流れが緩やかな場所を探して釣りスタート。頑張って。開始早々に当たったのは美咲ちゃん。お、餌ないかもな。やっぱり餌が取られた。初めて、ほら何もない。やっぱ当たってたのかな。お、当たった。餌が取られました。あ、やった、魚がいる。まあでもね、大事ですよやっぱり、うん、生命反応あり。そうそう、まずそれをね、こっからどう合わせていくかね。ゆるい。ゆるすぎませんか？あ、待って、私の身が入りました。本当、入ったよ。入ったよ。なんか魚だ。おっと、乗らない。おお、なんでそうか、ヒットできない。残念。当たりはあるのに今回はなかなか厳しいね。おい坂本くん、ぼーっとしてちゃダメだよ。ちょっと喋ってるな、やつは。うん、あ、浮きが俺なくなったな。おっと、これ食ってんじゃないの。浮きなくなったな、合わせてみよう。うん、あ、そんな感じでいい。おっ、おっと、来た。あ、来た。あれ、もしかしてそっち行った？あ、こっち行ったかも。チヌでしょ、それ。え、あえ、あ、チヌか。あ、チヌだ。なんかこの時期に釣れるサイズにしては、チヌやわ。ちょっとなんか小さい。おいおいおい、だからちょっとわからんかった。カンチヌやりました。ポワッソン、先に来ちゃった。ポワッソン、すごい。チヌゲット。32センチのチヌ、ちょっと可愛いサイズだけど、おめでとう。やっぱこう厚みはありますよね。蓄えてる感ありますよ ね、お腹がちょっとこう膨れてるもんね。そう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 、美味しいチヌなんじゃないですか。ありがとうございます。プロより先に釣りました。一言多いな。こんな簡単に釣れちゃった。プロより先にいった。これは違うと思 う。ちょっと待って、頑張って。それは違いますよ、ね、それはコブダイですね。またあー、浮き出した。バレたか。あー、さすがにバレたか。遊ばれてたね。あっちにあっちにこっちにあっちにみたいな感じで切られてる。あ、コブダイやな。残念。坂本くんがゲットしたのは32センチの可愛いサイズ。美咲ちゃんも頑張って。入ったけどどうだ。来た。来た来た来た。これがチヌでしょ。お、ナイス。いましたよ。大きそう、うん、あ、そう、まあ、坂本さんのより大きいかも。でもそこまでは大きくないと思うけど、でもよく引く。一緒ぐらいだ。あ、同じぐらい。そんなサイズが多いのかな。釣れた。
やったね、みさきちゃん。釣り上げたのは坂本くんより大きい34センチのチヌ。やりました、ポワッソー。やっと来ました、ね、坂本さん。はい、あ、おめでとう。全然来てくれないじゃん。なんでだ。もうあのほら、美咲ちゃんはもうプロだし釣って当然かなって思ってたから嬉しいけどあとこっちちょっと集中しようかなってでもおめでとう。ありがとうございます。やりました。よかったよかった。集中しよう。割りゃ今は喋るよな。どうだ、あらな、変わらずという。難しいね。いや難しいな。どうやったら釣れるんですか。海に語りかけた。すると、お、沈んだ。おい、来た。どうだ、来た。お、タイミングあったんだ。これチヌですね。お、あ、抜けた。お、あ、引っ張ってた、抜けた。でこれやりたいだけやから、彼は。抜けたの。抜けたというか切れてる。あ、石があるんだ。チヌだった。大きかったわ。嘘、ほんま。もったいない。そんな、また坂本君フグシューンって入っていったからさ、また魚。あ、何それ。カミさん取れてません。はあ、ぬか喜び半端ねえ。喜ばせるな。さあ、この後ちょっと、お、入った入った入った。うまくいけばいい。これはそうだ。あ、来た。しまったよね。うわ、でかい。重そう重そう。なんかさっきのか。よし、おっきいんじゃないですか。あ、これおっきい、これおっきい。なんか浮かすの何に比べたら、ね、やばい、石があるよ、足元に。うい、逃げられる。あ、なるほど。ここでプスッとならんようにちょっと待ってっていうか石が多すぎて下に。大物やな、よし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 、来ましたよ。の腕の見せ所。さっきはバラしたけど次は取る。上がってきた。お、いいんじゃない、カモ、いいんじゃない。出して。さあ、カモ。ね、よし、入った。オッケー。やりました。ポワッソー。サイズアップ。まるまる太って美味しそうな感じ。チヌ。チヌゲット。いやー。みさきちゃんも来ない。釣れました。ちょっと調子に乗りすぎ。この続きは2月2日のフィッシュパレードで。美咲ちゃんも坂本くんも連続ヒット。あれ、肝心の料理美味しそう。いや、無事釣れてよかったですね。よかったね。いや、なんか今週食べるの見られるのかなと思ったら、うん、来週か。まさかのね、次回にということで、坂本くんから手紙を預かっておりますので、はい、ちょっとご紹介します。肝チヌの美味しさをぜひ皆さんも味わってください。そして僕の勇姿をご覧ください。ポワッソーンっていう形で。じゃあ来週、ね、見どころ満載ということですね。まあ、今回ご紹介した肝チヌ料理ご紹介ということになりますのでね、ぜひご覧ください。2月2日金曜日の放送となります。お楽しみに。以上、フィッシュパレードでした。